デートスポットの定番といえばどこ？これ。これ初デートかどうかによらん？やっぱ。いや、それは、それ結構大ヒントじゃない？どうする？うん。え？何回目のデート？何回目のデート？まあでもここやな。ここ一択やな。もう、やっぱ、これしかバシッと。はい。デートの場所だよね。場所？うん。これしかわかんねえや。もうこんなんだって考えたら考えただけ恥ずかしいで。そうか。もうこれしか知らんもう。パッと出てこない時点でプランがないってことだし、お気に入ったらお気に入ったでモテようとしてるし、これ恥ずかしいよ俺。あれれれ。ちょっと待って待ってね。イオンは何？今中学生ね。いや中学生ね。イオンは説明してよ。イオンはイオン説明してよちょっと。イオンなんてだってみんな行くでしょ。行かないの？いやイオンないんよな。どこにあるんだろう。じゃあ今週の日曜日デートねっつって、うん、なんかねおめかししてさ、うんうん、待ち合わせして、うん、あお待たせ、えじゃあ今日どこ行くって、えイオン行くっしょって言うわけ。え待って、もしかしてだけど大型ショッピングモールとしてのイオンが愛知県以外にはない？あそういうこと？あるでしょ。えショッピングモールとして、なんか何でも入ってるんですよ。イオンがあるところの人は共感してないの2人だけやで。3階建てで、もう3階、4階建てぐらいの中にも何でもいっぱい入ってる、うん、イオン。だからってショッピングモールって言ってよ。おかしいって。うん、カフェはいかん？カフェはまあいいよね。カフェも入ってるんだよ。エイドリアンはカフェも入ってるかもしんないけど。映画館ね。いや、じゃあもう映画館も。エイドリアンってどういうことだ。映画館もカフェもイオンも、じゃあ3人揃ってるってことでしょ、じゃあ、つまり。あ3対2ってことだよね。入れないよ仲間に。なんでだよ。入れないよ。なんでえそんななんか器ちっちゃくない？それはそれはなんかイオンと違って、イオンと違ってさ、イオンそんなでっけえのにさ、なんでイオンにはイオンは入れてくれるのに。イオンのサイズ感あるにしてさ、なんで映画館とカフェの俺たちカフェ入れてくれないの？いいな、確かにな。カフェ、この前のさ、スタバのあの、ハロウィンのあれみたいなのがあったら、行きたいとかならん？いや、スタバか。ならん？ならんか。スタバか。いや、あ、なるね。いいかと言われるとちょっと。で、なんか、通り道だから。デートで、そうそうそう、デートで行く場所かって言われたら、まあ、通り道だよね。そうだよね、確かに。そうなんだ。やつだって疲れるもん。全部入ってんじゃん。ディズニーもディズニーストアあるし、遊園地もだってモーリーファンタジーあるべ。うん。え、じゃあもう全部揃ってるよ。モーリーファンタジーって何？知らないの？モーリーちょっと。モーリーファンタジー知らないのやばいで。モーリーファンタジー。もう深く掘るべきじゃなかったんかもしれない。ごめん。え？だって全員フィニッシュ。はい、じゃあ次の問題いきます。